はい、こんにちは。今回はオスカー・ピーターソンから学ぶ10のポイントの、後半戦ですね。だいぶ昔になってしまいましたけど、相手が相手、申し訳ございません。前半まだ見てない方はそちらから見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、今日は後半、5つをやっていこうかなと思います。前半はですね、早弾き、8分音符16分音符3連、そしてオスカーフレーズですね。ブギウギのスタイルとか、ブルーススケールとかね、とか、ディミニッシュオルタードスケール、ストライド、ラグタイム、そしてタッチですね、バラードの音色についてやりました。今日はですね、残り5つ、アクセント、ブロックコード、左手ベース、アレンジ、両手ユニゾン、そして歌ですね、についてやっていこうかなと思います。長い、すごい長い感じになってしまいましたけど、面白い内容かなと思うので、ぜひ興味ある人はですね、チェックしてもらえばいいかなと思います。それでは早速いきましょう。ポイント5つ目ですね、アクセント。これはですね、特定のフレーズを強く弾くんですけども、英語でね、話すように、会話するようにアクセントをつけていくんですね。やっぱり日本語を喋る僕らとしては、特に裏拍にアクセントをつけるっていう、習慣があんまりないので、これ慣れないとね、厳しいのかもしれないですけども、英語を真似するようにですね、ジャズのフレーズのアクセントの場所を、真似してるうちにですね、なんとなく正しいアクセントのつけ方ができるようになるんじゃないかなと思います。オスカー・ピーターソンもどこにアクセントつけてるのかを、学んでみました。わかりやすいものはですね、やっぱドラムが入ってないものとか、一人で、ピアノソロでね、アドリブを弾いてるところなんかがですね、わかりやすいと思いますので、自分なりにですね、好きなポイントを見つけてもらえばいいんですけど、例えばリンク貼っておきますけども、シージャムブルースという演奏から、何個かフレーズ拾ってきました。例えば、一番最初の部分ですね、まあこのフレーズを弾いてるんですけど、オスカーはここではアクセント一箇所だけにつけてました。ここの部分ですね、ここですね、ここだけ強く打ちます。オスカーはかなり強くヒットしますので、音色が変わるのでね、だいぶ、アクセントの位置は分かりやすいかなと思います。動画もね、まあ割と落ちてるので、動画の時はもう結構こう手を打ちつけるようにね、アクセントをつけてる時もあるので、まあ絵で見ても分かりやすいと思いますけども、自分なりにチェックしてもらえばいいんですけど、この例だけですね。なんか僕久しぶりにこのジャズのアクセントについて復習しましたけど、オスカー意外とアクセント少ないなと思いましたね。意外と均等に弾いてましたね。うん、だからここだけ、ですね、割となんかこう上に跳躍するときにアクセントつけることが多いような気がしますね。意外ですね、1箇所しかアクセントがついてないんだな。あと3つぐらい紹介しますか。同じ曲のね、別の部分でこんなのがあります。このフレーズ、これ割といっぱい、アクセントあります。例えばどこでオスカー・ピーターソンをつけてたかというと、やっぱ高いところですね、一番高いところで、このソでも、ここでも打ってますね。ここで打って、ここでも打ってます。で、ここでも打ってます。うん、やっぱり高いところで打つ傾向がありますね。たてた、てたてた、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 たですね。どんどんいきましょう。こんなフレーズもあります。た、た、た、うん、ですね。これは意外と表のビートで打ってますね。なんか裏に打つことが多いような気しますけど、これは表で打ってること、打ってますね。タッタッタッタ、うん、あんまり一拍目にアクセントが来ることは少ないんですかね。そんなことないかそんなことないですね難しいな、やっぱこの法則性と言われると難しいですよね。でも僕の個人的な感覚だけど、もっとアクセントたくさんつけてんのかなと思ったら、意外とたまにしかアクセント打ってないですね。
意外と同じ強さでたくさん弾いてますね、っていうそんな感じがしました。なんかもっとアクセントつけてると思ってました。でも意外と調べてみるとそうでもなかった。まあまあこの曲に限ってはですね。ということでね、もう一個ぐらいいってみますか。ミュード面白いですね。これは頭拍にいってますね。パラタタ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 タラパパパ、まあ、ここ一番最後はすごい有名なフレーズというかね、ビバップはなんか音の終わり方がビバップに聞こえるので、まあビバップと呼ばれるようになったって誰かが言ってましたけど、本当かどうか知らないですけど、まあこれは有名なビバップフレーズの終わり方ですね。ビバップダーラで終わってるっていうね。そのこのこれで終わるときはまあ最後にアクセントつけることが多いですね、やっぱりね。ビーバップビーバップ、やっぱり英語のアクセントに近い、これずるいですよね。だからね英語喋ったら多分自動的に英語を普通に喋るようにフレーズをつけてね、アクセントつけていけば、まあなんかこんないい感じのグルーヴになるんでしょうけど、まあビーバップビーバップビーバップ、うん、そうですね、喋るように言ってる感じですよね。これはでも1拍目と3拍目の頭にアクセントが来てるのがちょっと面白かったですね。まあまあ、うん、まあアクセント、そうですね、自分なりに解釈してアクセントのタイミングを覚えてですね、見てもらうとグルーヴがね違ったノリが出るんじゃないかなと思います。いつも言ってますけど、まあこれがオスカー・ピーターソンっぽさですが、じゃあ日本で育って日本語を喋っている僕らが英語っぽいそのグルーヴを追求することに果たして意味はあるのかっていうのはね、まあ考えなきゃいけないですけどね。まあ知っとくのにはいいと思います。ね、英語を喋るようなアクセントでやってるからこんな雰囲気になるんじゃないのっていうね、まあそんな推測を立ててね。で、じゃあね、日本語を喋る僕らはどんな音楽をやればいいのかっていうのをね、考えてもらえばいいんですけど、一応まあそんな風に、勉強してみるのはありじゃないかなと思います。喋るようなアクセントで、ジャズの、アクセントを研究してみるということでした。なのでオスカー・ピーターソンの良さポイント5つ目はアクセントでしたね。まあ、自分の好きなフレーズのアクセントがどこについてるのかチェックしてみてですね、いろいろ自分なりに勉強してみると面白いんじゃないかなと思います。ミュード、アクセントを改めてね調べて思いましたけど、アクセントも大事だけどやっぱり8分音符だなーって思いましたね。ポイント2つ目でやった、前回の動画でやったやつですね。やっぱ8分音符の乗り方がすごい、この曲に限ってはね、シージャムブルースっていう曲に関してはすごいそっちの方が重要だなと思います。例えば今の最後のフレーズでいくと、8分音符の具合ですね、これ結構イーブンっぽく弾きつつ若干跳ねてるみたいな、この8分音符具合すごい分かりやすかったので、そっちの方が大事だと個人的には考えましたね。あんまりこう我ら日本人がちょっとキャッチしにくい感じなんですけど、こうドゥップ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 ってねジョップ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 ってこう歌うんですけど僕もね、この、まあ、仕事とかで控え室とかにいるじゃないですか、まあ、静かにいるんですけど、そしたらなんかこう機嫌のいいね、みんなミュージシャンがね歌ったりするんですけど、その時にこうジョップ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 って言ってジョップ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 何言ってんだろうと思ったら、ジョップ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 って撮ってるんですよ多分ね。ジョップ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 って聞こえるんですよね多分ねそのなんか何気ない鼻歌の乗り方とかで、ああそんな風に撮ってんだみたいな、確かにジョップ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 言ってるような気するなみたいなね、ジョップ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 ちょちょぼちょちょぼちょぼちょぼちょみたいなね、まあそういう風に聞こえてなかった人、僕は聞こえてなかったんで、あそんななんかそこに音楽のなんかノリのね良さがあるんだってね、そういうのを知るだけでもね、なんかちょっとこう8分音符感が楽しめるんじゃないのかなと思うので、まあまあまあ話半分にね、いろいろね自分なりに聞いてみるといいんじゃないかなと思います。まあまあでも8分音符ありきの
アクセントって感じでしたね。すごいノリのいい8分音符をちゃんと乗れた上で、ちゃんと弾けた上で、そこにさらにアクセント足すっていう感じですね。まあでもなんとなくちょっとでもね引っかかるポイントがあればいいのかなと思います。これがアクセントでした。そして6つ目、ブロックコードですね。これ質問者さんも言ってましたけど、ブロックコードを使ってもオスカー・ピーターソンっぽくならないね、言ってましたけど、まあリズムとか乗り方とかね、その8分音符の感じとか、タッチとか、今まで紹介してきたものがいろいろあると思うんですけども、技術としてね、ブロックコードを知っといていいんじゃないかなと思います。以前の動画でちょっとブロックコード詳しくやったかどうかも忘れちゃったんですけどね、復習になっちゃうとしても、ちょっと詳しくせっかくなんでやっておきましょうか。ブロックコードっていうのはこんな感じですね。これむずいですね。まあこんなテクニカルなことを、やらなくてもいいんですけど、まあブロックコードはですね、まあ基本をちょっとやっておきましょう。ジョージ・シェアリングがねよくやってたスタイルで、オスカー・ピーターソンはねジョージ・シェアリングに影響を受けたと言われてますので、このブロックコードも対応するんですけど、ブロックコードの弾き方6つに分けてちょっとやっておきますか。そんなことやってて時間あるのかって話ですけど、まあいいわ。1つ目、メジャー6を使います。例えばなんか分かりやすい曲にしましょうか。バイバイブラックバードでも何でもいいです。最初 F ですね、 F1 度ですね。じゃあ6度6をよく使います、ブロックコードの場合ね。まあ特にこのジョージ・シェアリングのスタイルですね。6にして、まずコードトーンがメロディーの時はコードトーンを弾くと。これポイント1つ目、6にして、メジャー6にしてコードトーンを弾く。コードトーンは1、3、5、6なんで6なんで、なのでファラドレですね。ファ、ここメロディーだとしたらね、ファラドレ、いいですか、ファラドレですよ。別に完璧じゃなくていいですけどね、なんとなくで大丈夫です。でポイント2つ目、左手でメロディーまたは一番上の音を重ねるですね。メロディーがファラドレ、このコードトーンの場合は左手でオクターブ下を重ねますね。で、あと一緒1、3、5、6、まあこんな感じですね。大丈夫ですか。でポイント3つ目、コードトーン以外はディミニッシュを入れる。つまりまあ、F だった場合スケールは1ファーソラシドレミファーですよね。まあハモる塊ファーソラシドレミファー、これのコードトーン以外、つまり247ですね、それにディミニッシュをつけると。そうするとどうなるかというと、6のコードトーンの時はコードトーンを弾くと。で次はソーはコードトーンにないからディミニッシュを弾くと。でコードトーンですね。で、ディミニッシュ。で、コードトーン。で、次またコードトーンなんですけど、コードトーン、ディミニッシュ、コードトーン、ディミニッシュでいきたいので、5度の次に、半音のディミニッシュよく入れます。これもうファストラッシュドレミファに入ってないんですけどね。ここ入れます。そうすると、コードトーン、ディミニッシュ、コードトーン、ディミニッシュで綺麗にいきますので。で、コードトーンですね。で、コードトーンじゃないので、次ディミニッシュですね。でコードと、うん、いいですね。ここのオーギュメントの音ですね。フラット13って言ってもいいですし、オーギュメントって言ってもいいですけど、このシャープ5の場所にディミニッシュを入れることで、
このダウンビート、つまりこう表拍にコードトーンが来るので、なんかリズムがよく聞こえますよね。これここ弾かなかったらアップビートにここまではいいですよ。ここコードトーンがね、ダウンビートに来てますから、つまり表拍に来てますから、なんか安心しますよね。コードトーン、コードトーン、コードトーンで、ここからこれがないと、この途中からアップビートにね、数が合わなくて、こう裏拍にコードトーンが来ちゃうので、まあそういうのもあって、ここで数を合わせると。でしかもまあディミニッシュコードトーン、ディミニッシュコードトーンといくのでね、2つのね理由があって、ここにディミニッシュを足してます。そうすると1 2 3 4、ちゃんと綺麗にね表拍で終わりますよね。まあこれちらっと言ったんですけど、ダウンビートでソロ取るときもね、メロディー、いいメロディー作るときもですね、スケールの音にハマってんのになんかかっこ悪いなって思うときは、大体その曲のコードトーン、つまり和音の大事な音ですね、和音の大事な音が裏箱に途中から来ちゃってるんですね。まあこの辺でね、半音がずれたりしてますので、数がね、このまま弾くと数が合わなくなっちゃうんですよね。途中からってなるので、まあその辺をカバーするのが、まあこの寄り道だったりね、ビバップスケールなんて言われてますけど、このセブンスの時にメジャーセブン使うのも同じ理由ですね。この数を合わせて表拍に、コードトーンが当たるようにすると、そうするとなんか安定したものになりますので、まあなんか変だなと思ったらね、まあチェック、それをチェックしてみてください。数が合ってるかね、途中からコードトーンが裏返ってないかね、チェックしてもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっと話がそれましたが、これが3つ目ですね。コードトーン以外のところはディミニッシュを入れてみる。はい、ここまで来ました。ちなみにこのディミニッシュはどうなってるかというと、ちょっとその話がどんどん外れていきますけど、結局これは F だとしたら、これの5度7が入ってるんですね、全部ね。コードトーン、ディミニッシュ。これはまあ、C シャープディミニッシュなんで、まあ、C7 と一緒ですよね。まあ、これ、前の回でやりましたけど。なので、5度1度になってるんですね。だから、まあ、簡単に言うと、F、C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 。まあ、これ何回もやってますけどね。1度、5度、1度、5度、1度、5度っていうのを違う展開でやってるだけなんですけどね。これも一緒で5度ですね、結局。一緒、C7 ですね。で、1度に持ってくると。まあ、機能的にはそんな感じですね。で、1度。で、ここだけ追加したやつなんで、ここはどうなってんだ？これも一緒ですね。C7 になってるのかな？一緒だな。これも一緒ですね。C7。だから全部1度5度1度5度って言ってるんだ。綺麗ですね。まあリーにかなってますよね。5度7を入れてるんだっていう話ですね。コード進行以外のところはね、細かく見るとね。で、4つ目ですね。ブロックコードを作る手順、4つ目は左手で飾りの音を入れる。まあこれ別にやんなくてもいいですけど、まあドゥルーンってやるってことですね。ここをダブらしてるのを全部入れるとうっとうしいですけどね。ということですね。ブロックコードの手順5つ目ですね。コードが変わったら、今まで1から4の手順をそのコードで繰り返す。例えば、ブラックバード、バイバイブラックバードだったら、最初 F なんで、まあ、6にして、ディミニッシュ、ディミニッシュ、ってしますよね。次、まあ、どんなコード進行にしてもいいんだけど、まあ、2度マイナー7として考えてもいいし、さっきみたいに、G マイナーってことは B フラットメジャーだから、これ B フラットの6として考えてもいいですよね。今はそうしておきましょうか。なので同じ方法を繰り返すと、パータータラッタのとこはまあ G マイナー7として、なので B フラットで同じことをやると、だからコードトーンは C0 ファースト1 3 5 6ですよね。だからこれがメロディーの時はコードトーンを弾くと、で間をディミニッシュで埋めていくと、そうすると
こうなりますね。だから途中からはこれを使うと。だから、この辺から、この辺からってなるってことですね。うん。で、ここはもう B フラットですね。B フラット6みたいな感じで。で F に戻ってくると、うん、わかりますか？B フラットと F を行き来すると、コードが変わったらそのコードについていって同じことを繰り返すことです。1、3、5、6はコードと、それ以外は、ディミニッシュにするとブロックコードが作れるという話ですね。どうですか？当たり前ですけど、セブンスになった場合は、さっきブルース紹介しましたけど、ブルースとかで最初 F7 とかになった場合は、もう6にしてるので普通に1度の時はいけますよね。6にしてるので、メジャー7でもマイナー7でも同じように使えると。まあだから6にしてるのかな。基本をね。でもその時はセブンスの時はメジャーセブンの代わりに普通のセブンスにしますよ。でセブンスなのでインフラとディミニッシュになるってことですね。あと一緒こうなりますからね。これだったのがセブンスになったらこうなるからブロックコードも当たり前ですけども、ここまで一緒ですね。ここまで一緒で、でこうなってますね。近いね。ここがドゥルルルルルになるってことで半音半音半音になるの近いね。意外と6むずいね。6を毎回入れるのって意外と慣れるまで難しいなって感じですね。はい、そしてですね、ブロックコードの手順6つ目ですね。メロディーのみを考えて、コードをね、埋めていくという方法もあります。どういうことかというと、例えばソロ弾いてる時とかにね、なんかもうこんなんやってる時にちょっとついていけないですよね。だからそういう時は、まあ、Fm7 で、まあ、こういう風にソロが弾きたいって思った時は、例えばもうオクターブのみ、さっきの左手と右手をオクターブで揃えるっていうとこだけ抜き出して、こうするんだけど、途中でみたいにね、 F メイジャー全体として捉える、これちょっとゴスペル的な捉え方ですけど、広く捉えてハーモニーとして捉えて、もう F メイジャーだったら何でもいいみたいな。僕はね、ブロックコード苦手なので、ほぼこんな感じで考えてます。なのであんまり細かいことを気にしないで、もうついていけないから頭がね。なんかちょっとゴスペル的ですけどね、なんかこう大きなハーモニーの和音の塊としてね、響きの塊として、もうここだけメロディーだけユニゾンしてれば中身なんでもいいわみたいなね。やっぱゴスペルの回でやりましたけどね、ジャズでもこういう手法を結構使ってますね。なので組み合わせていくという感じですね。はい、どうだったでしょうか。だいぶちょっと無料枠でだいぶ長くやっちゃったな。まあいいわ。そう、このジョージシェアリングのジャズ的なブロックコードですけど、ゴスペルとちょっと違いましたね。ゴスペルの場合は、まあ分かりやすくて C でいきますか。ゴスペルの場合はこのドレミファソラシドのハモる全部のスケールの音ですね、ハモる8つの塊にない音にディミニッシュを入れていくっていうスタイルでしたね。だからちょっとサウンドは若干変わりますよね。このハモるやつの塊で出てきたコードに対して、これにない音、つまり C で言うと黒鍵ですね、に
ゴスペルっぽいですよね。でもジャズのこのジョージ・シアリングのバージョンはここしか使わないと。だけどこれの1356、まあメジャーセブンでもセブンスでもどっちでもいけるようにでしょうか、1356だけをコードトーンを使ってで、スケールの中のこのコードターン、コードトーン、つまり1356じゃない24と、あのまあここだけ借りてきてますけどね、24とオーギュメントですね、とメジャーセブンの音だけディミニッシュを使うと。どうでしょう、若干違うんですけどね、まあどっちもいいですよね、どっちも好きだなという感じで、うん、やっぱりジャズの方が5度7を重んじてる感じがしますよね、うん、なのでまあ C の場合だとやっぱりさっきも言いましたけど5度、1度5度1度5度1度5度なので、ハーモニー的にはまあ C の場合、 C メジャーで弾いた場合は C メジャーか G7 のどっちかですよね、のサウンドがしますよねやっぱりね。はいはい、はい、いいんじゃないでしょうか。それではブロックコードの回みたいになってしまいましたけども、ちょっと無料枠最後にですね、このオスカー・ピーターソンがブロックコードを鬼のように使っている、音源をシェアして終わろうかなと思います。オスカー・ピーターソンプレイズ・ザ・ジョージ・ガーシュイン・ソングブックということで、ちょっとややこしいんですけど、ジョージ・シェアリングスタイルをジョージ・ガーシュイン・ソングブックでねやってるんですね。あれジョージでちょっとややこしいですけど、チェックしてみてください。リンク貼っておきます。このアルバム全体通してすごいいい雰囲気でね、聞いて損はないと思うんですけども、特にこのブロックコードを鬼のように使ってる曲は Love Walked In と A Foggy Day、Shall We Dance ぐらいですかね、がもう本当にたくさんブロックコードを終始弾いてますので、参考にしてみてもいいんじゃないかなと思います。うん、いいんじゃないですか。それではなんかもう無料版でお腹いっぱいになってる人がほとんどだと思うんですけども、これからですね、左手ポイント7つ目、左手ベース、ポイント8つ目、アレンジ、ポイント9つ目、両手ユニゾン、そして、最後のポイント10個目ですね、歌ですね、について詳しくやっていこうかなと思います。大丈夫ですか？続きがね、気になるって人はですね、あんまいないかな？やりすぎたかな？続きが気になる人はですね、僕が、やってるサブスクですね、ミューボっていうサブスクやってます。自社サブスクですね。アメリカの音楽をですね、自分のスタイルにどうやって取り入れるかっていうのをね、コンセプトにした、音楽の総合体験のね、サブスクやってます。こんな感じの音楽理論の他にですね、日々の試行錯誤をリアルタイムでシェアしたブログとかね、あとレコーディングスタジオね、自分の会社のやつやってますので、レコーディングスタジオでアルバム作ってる模様とか、まあそんなのもね、同時に見れるようになってますので、ぜひですねミューボね、続きが気になる方は全部のね、有料動画がね、見放題になってます。質問もねできますので、ぜひですねミューボに入ってみてはどうでしょうかね、20日間無料でね、お試しできますのでね、気軽に、覗いてみてください。それではミューボの、ね、会員の方は後でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、音楽の総合体験ミューボという、自社サブスクをやっています。アメリカ音楽の第一線で、使われているアイデアを全てシェアしていきます。ここにしかない情報がたくさんあります。
基礎や理論などですね、学びつつ、それをどうやって自分の音楽に生かしていくのかっていうところまでサポートしていきます。月額税込み970円です。初回20日間無料ですので気軽に参加してみてください。それではミューボでお待ちしております。ありがとうございます。